ハローテニスファン、はるなです。ということで、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。もう、いて当たり前というところで。当たり前。紹介しません。レギュラーということでよろしいですか。レギュラー。日本にいるときは、もう常に、なるほど。常にスケジュール確認。お世話になります。こちらこそ。ということで、はるなプロ、もうツタテニが始まって、もう最初の年からずっと出ていただいて、いますが、今年から、愛さんが加わったということで、はい、初めまして、ほぼ初めましてだと。そうですね。そうですね、はい、お話しさせていただいたことは初めてなので、はい、いや感激です。はい、ぜひともはるなさんが愛さんとダブルスマッチをやりたいということで、うん、ちょっと私も便乗させていただきます。実は私も企画で、はい、ご一緒したことある。そう、まあ、そうですね、初対戦。でもなんかね、佐久間さんはリコちゃんに対してのこのね、対抗意識で多分臨んでくると思うんだよね。ダブルスだと最近半々ぐらいだ。半々ではないですよ、まだ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。医療フィールドで求められる機能と品質をスポーツフィールドに、医療メーカーが作ったサポートケア製品ブランド、ザムスト。W。W です。よし、どうする、サーブ、はい、行く、行きます。リコが行く、私どうする。いやでも愛さんが前行ってみる、頑張って。私プレッシャーかけてくる。どっちにしろダメですね、これは。作戦が立てようがないです。選んでください。私だっていつもリターンの方が得意だから。じゃでもこれどっちが得意なんだ、いいんだろう。そんな悩みません。勝ちに来てる。勝ちに来てる。そりゃそうだよ、こっち勝ちに行ってんだから。レシーブ。おー、はい、レシーブで。ごめんね、ちょっとなんかサーブあんまりちょっと自信ないっていう。あ、レシーブで全然。はい、レシーブで。で、リコがいいリターン入ったらもう早めにバッていくから。はい、でもラリーになっちゃったら、ちょっとフォアサイドは、フォアとかだから、そんなに出れないけど、頑張って。プレッシャーかけに行きます。はい、お願いします。前に来るんだよね、チャンスがあったら、ね、チャンスがあったら行っていいですか。お願いします。これはどっちにしたらいいんだ、どっちにしたらいいんだ。めっちゃ片言になっちゃった。大丈夫です、はるなさんから行ってください。行きます。じゃあお願いします。今までの愛さんの、はい、スタテニマッチおよび現役後半、私すべての試合に行っておりますので、愛さんのプレー頭に完全に入っております。じゃあもう愛さんがいつ動くかとか、愛さんがどこに打つかとか、はい、もう分かってるってことですね。どこに打つかが分かる。ありがとうございます、頼りにします。ご説明します。どこに打つか、どんなに見ても分からないのが愛さんの凄さです。参考にならなかった。ほぼリターンでしょ。ちょっと頑張ります、マジで。お願いします。お願いします。レッ、ありがとうございます。出てます。あやー、狙い。あ、とりあえずごめん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 、天井気にしました。ごめん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 。シャッ、勝つ気でいる。勝つ気でいます。よし、センターいきますね。はい、はい、あ、バイバイ。ナイスラリーです。いいラリー、ごめん。今のが正解して、僕が一回も触らない展開で、やめない。理想です。楽しいですか。いやいや楽しいです。楽しいですか。もっと出しゃばってください。なんなら、お願い、お願いします。ナイス。はい、おお。いやいや、佐久間さんのおかげです。ありがとうございます。グランドスラムでは絶対に飛んでこないふわっとしたボレーをですね。確かに、みんなちょっと今アイさん苦戦してた気がする。足気をつけない。あ、いや、うい、うまい。よし、入った。完璧なパターン。しかもリターンがすごかった。すごい、リターンがすごかった。
素晴らしい。マジナイスボレーすぎた。おお入ったか今。入ったね。入った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 かと思っちゃった。ボール2個入ってるわ。入ったのに。ボール持ちすぎ。ボール持ちすぎた。私たち。いつでも小野田さんたちのアドバイスがいただけるということですか。そういう環境の中試合ができるということですか。そうです。リコにボール集めるとあなたにロブくる。はい。分かっちゃってる感覚。何回体勢してるのか。じゃあやっぱどんどん来るね。いやそうさ、愛さんがつ、愛さんともボレーボレーになったら。よし、ちょっと仕掛けてみよう。仕掛けてみよう。ねえ、こんな貴重なことだし。前行って、おらっつって。じゃあ、こっちも上がってます。そうそうそう。それ勝ったら自信つくから。やってみます。カモン。見たい。どっちにせよ、体は中心でいこうかな。はい。まあちょっと動いて、はい、チャンスいったら押せるほどのストロークがちょっといくか分からない、頑張って動きます。すいません、お願いします。0-1、はい、すごい佐久間さん、アイちゃんのセカンドサーブをネット出るんだから大したもんです。いいじゃないですか。出ちまう。いいじゃないですか。今めっちゃナイスボレーでしたし、ちょっと私ミスなくします。レッド。おい、あーじゃん、すいません、乗んなかったら入ってたかもしれない。いや低いや、これ買えないよね。なかったら入ってたよね。ナイスキャッチです。ジャストです。入るかと思ったあーとか言ってたけど、入るかと思った。あれは違反ギリギリ。確かに妨害って言われそう。わー、返します。はい、あーやー、あーやー、すごい、すごい。いや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 、どうも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 、うまい、すごい、すごい、あっぱれ、感動。ずっとテレビで見てたら教科書の中から見るさ。いやすごい、やられて嬉しい。やられて嬉しいパトです。ごめんなさい、ナイスいた。よしよしよし、ナイスキープ。このスピードがあんま変わんないよ。ありがとうございます、ナイスキープです。マジ行くぞ、この勢いで行くぞ。ここですね。ジャスト。やってます。ジャスト、ジャスト、ナイスナイス、惜しい。あー、よろしいリターンだった今。あればっかやってくるんですよ。やられとる。ナイスチャレンジ。いい、ナイスチャレンジ。無理、あれ捨てていいコースって習った。いや、逆力あるってえぐいです。ジャストです。惜しい。おー、いいよ、いいよ。惜しい。いや、ごめんなさい。全然いいです。もう全員愛さんもう無理だな。やっぱね、上手いですよ。もうステップが。そう無理なんですよ。プレッシャーが。いないものとしてやらないと。ラスト。座り。
ナイスサーブです。ごめん見えてた、打ちなかった、勇気出した。ジャストフィうわぁ、よし、よし、なんだ今の。ちょっとバウンドが早かったかも。ネット前はどうもどうも、もう一回行こう。全然通じない。いや、でも惜しい。ふわっと作戦は全く通じなかった。ちゃんとギリギリに来ました。ただの甘い球だった。センターで、はい、あっ、あー、ファースト。お願いします。うまい。消えた消えた、ボールが後ろから来た。あれストレート打つつもりやった。あそこ狙う人初めて見ました。おお、全然違ったけど。ナイスアウトだけど、どこ違う。リコちゃん行こう。マジっすか。そりゃそうでしょ。おーおーおー、佐久間さんとのね。あれ今のがこれで、ね、これでノーアドです。あ、あ、選びます。次はノーアド。おー、やっとしていく。どちら行こう。どうすんの、アイちゃん。強気でいきます。オッケー、レッツゴー。言ってしまった。いやね、そりゃそういうの好きやりか。そう、いや、佐久間さんとの勝負してな。やばい、流れに乗せてしまった。よし、絶対返す。 OK。 あっ、うわ、惜しい。惜しい。いいアイデア、いいアイデア、いいアイデア。いやでもよく入れたね今ね、あのプレッシャーだけでしょ。 いいアイデアだよ。そう、佐久間さんと勝負するかと思った。お気に入った、お気に入った。佐久間さんとね、リコちゃんのね、対決はね、めっちゃ喜んでる感じも。大丈夫、大丈夫、気にしない、気にしない。悔しいね。シャッターとシャッター。いいね、いいね。ノーアドだから。はい、そう、ノーアドはもう、ね、次サーブなんで、もちろん、オッケー、切り替えて頑張ります。はい、お願いします。グッズサーブ、グッズサーブ。特にやつ聞いてないから。フォアやっぱちょっと浮くと、高手みたいにフォアスラ使って前行って、はい、確かに。だいたいもうリコのとこ返したらみんなこう、確かに。上だけが我慢すれば。もうだいたいそれ以上ばかりしてる。私の方は。それかスライスでくる。あと同じグリップでスライスってる。最後、はい、よいしょ、うまい、よし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 、ナイスだ。フォア普通入んない、素晴らしい。いいよ。あ、はい、うらい、はい、うわ、ありがとう、ありがとう、うまい、素晴らしいアングル。また見れた、目の前で。ここはもうミスしません。挑もうとしたのに取れなかった。全然さすがです。ガーサスです。よいしょ。よし、反則やねん。ここはもう壁のせいにはしませんでした。やり合って、セイバーでやっぱバーンって。そう、アウトです。ごめん。よいしょ。入ったな。入った。おー、深い。ナイスリターン。あ、入ったんだ。ナイスリターン。めちゃくちゃオンラインでした。佐藤さん、リベンジですよ、これ。よし、リベンジ。お前、どこか分かんないけど。いや、多分、いや、絶対来るよ。あの子の性格上ね。レッド。あ、ごめんなさい。ちょっと。よいし
よしよしよし、ナイスキープ。危ない、ありがとうございます。あ、よっしゃ。いや全然です、ナイスリーです。私がカバーしなきゃ。よしよし、ナイスキープ。よし、機械ここ行こう。はい、頑張ります。ここ、うん、あ、はい、ごめんなさい、危ない。頭はい、レッツ、はい、セカンドです。はい、あ、いだ、よし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 、いい狙い、いい狙いよ、リコ。いいよ、今のいいよ、最高だよ。いや、ナイスボールですよ、ファーストボール。ほっ、はい、危なかった。うん、うん、あー、ちょっと待ってない、危ない、よし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 、パスト、パスト、パスト、ちょっと突っ込んじゃってる。いや、そんなことないけど。アドバイスがいる。ごめん、はい、よし、うん、あー、クニャー、お願い、あげました、オッケー、あー、おー、入ってる、ナイスマッシュ、ナイスマッシュ、危なかった、しょうがない、もう、ごめん、アクセルに貼る。うん、お願い、いや、はい、はい、おしい、あー、逃げた、いやいや、全然あった、あー、ロブで逃げちゃった、ちゃんごめん、すいません、なんかいいダブルスしてんな、ソリソリソリ、僕ももう一回ここ耐えて、ごめん、はい、頑張ります。うわー、よし、ナイスファン、えぐい、ナイス動きだ、ナイスですね。やった。はい。ナイス。さすが現役は安定感があるね。あれ、今1本目しか取れなかったんだっけ？そう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 。1本目か。あ、そっか、スマッシュ決めたもんね。そう。そうか。ごめんごめんごめん。私が2本目。でも確実に佐久間さん、なんか受けれるようになったよね。この打たれて、打たれてもね。はい、うん、はあ、最初の頃はもう触ったとか言ってたよね、ボールね。一歩行きましょう、頑張って、はい、いい感じじゃないですか。スマッシュもよく入ったし、次ですね、ロブ仕返しやったらいいです。はい、ベテラン選手にはロブ定石、ここもちょっとしんどそうだった一番嫌なとこ返して、確かにブレイク頑張りましょう、はい、あー、違う、全然違う、でもいいアプローチ、マジでいい当たり、ごめん、なんかちょっと全然違った、ごめん、どっちの方が出やす、出やす、じゃあボディでもいい、オッケー、オッケー、あー、ごめん、全然ボディじゃない、ごめん、あるあるのやつ、ごめん、あー、動いてた、ごめんなさい、バリーバチバチや、あー、違う、それともたまたま来ちゃって、やられた、ごめんごめん、ただ弾かれただけ、いやでも俺映画、まあ、弾かれただけですね、ただ弾かれただけ、ちょっとさくらさんのラケット目がけて打っちゃったから来たわ、ごめんなさい、あ、こうとか
2回ないと思った。来たか。危なかった、ごめん。すいません。かなりの高等技術だよ、今。2回連続はないと思って出ちゃいました。ただいまの結果、4対2で佐久間 P 春菜ちゃんペアの勝利です。ありがとうございます。ありがとうございました。すごくいい試合だったね、大田君ね。なんかパッシングガンガン抜いてたじゃない。ちょっとグリップ薄めの効果が、じゃあ今レッスンの効果が出ました。レッスンの効果が、いやだってリコちゃんが2回連続はないと思ったっていう、まあ、その辺の駆け引きも、はい、あれも最初から決め打ちですか、リターン。いや、うん、なんか最近ちょっとフォアでやった時に薄くなった分、はい、うん、そのコースを変えられる、あ、後ろでちょっと持てるからね、持てるようになったんで、うん、ちょっと見えたんで、見えてからだ、ちょっと見えたんで、ごめんね、ちょっとさ、なんか決め打ちって言われた方がまだマシでしょ。今でいいよね。そうだよね。もちろん原ちゃんのね、サープレイはもちろんですけど、佐久間さんの、いや、なんかだってそんな変なミスとかなかったし、だってボレーも、あの、うまくなんですか、あれは弾かれてたまたま来て、あれはこう、うん、ちょっと最近低めに、はい、高尾さんに言われたように、うん、ちょっと低めに構えるように してたんですよ、はい、でそれで胸のらへんに来たんで、うん、低いところからあって上がった当たったなんでブイーンって言っちゃったの。いや、素晴らしいプレーだったね。いや、本当によかったですよ。ちょっと悔しいけど。悔しいよね。どこじゃないよね。以上、ダブルスマッチでした。またね。暑さ対策はダムスト。夏にぴったりのアイテムをご紹介させていただこうと思うんですが、はい、ザムストアームスリーブクールエディション、うん、つけてる時点でちょっとひんやりなんか風通しがいいというか、はい、なんかさらっとした感じもするし、はい、そうです。シリトールが生地の中に配合されているような感じでして、水分とか、まあ、汗とかに反応して温度が下がったり、うん、まあ、ちょっと湿気を取ってくれたりとか、爽快感が生まれるような仕組みになっていると思います。初めてかな。初めまして。どうですか、リコちゃん。ザムスト日焼けしたくないマンでございます。なるほど。これですか、こちらの。はい、こちらですね、ザムストさんのクールシェイダーという商品でございまして、うん、これちょっと特殊な素材でできておりまして、はい、このようにですね、うん、水に濡らしていただいて、濡れタオルみたいな、絞っていただくんです、うん、で、こうやって軽く水を切る、パン、うん、パンと、はい、小野田さん、ちょっとえ大丈夫これ、うん、いいですか。あのね、履けていい、はい、寒い。待ってる時間とか、スポーツ観戦だとか、はい、そういったところ、これはいいですね。ひんやりやっぱ冷たくて気持ちいい、はい、でこれ UV カット機能もあって日焼けもしないですし、うん、温度の感覚でいうとマイナス15度。そんなに。そしてさらに今年新発売のワイドサンシェーダー、これめっちゃでかいんですよね。そう、折りたたみ傘なんですけど、もう2人で入っても全然大丈夫なぐらい、130センチあるんですけど、折りたたみ傘としてはもう最大級の大きさです。なのにコンパクトになるんですね。そうなんですよ、バッグに、あのラケットバッグに入れるんだったら何の問題もないぐらいの大きさでして、遮熱が 50% 以上あって、うん、で UV カットだとか遮光も 99% あるっていうことで、中スッと入るとですね、一気に涼しく感じるっていうところがあって、さらにこれ雨でも使えるんで、うん、夏の急な雨もこれで OK。 一つカバンに入れておくと便利ですよね、はい、そしてこちらアイスバッグ首用です。これ優れものなのが、まあ、ここから氷を入れて、まあ、なんか首全体を冷やすっていうものなんですけど、うんうん、引っ掛けられるんですよね、はいはい、なんで両手が空く、まあ、ハンズフリーの状態になるんで、うんうん、スポーツ観戦の時なんかにも使えるという、うんうん、熱中症対策に非常に使えると。ダムスト商品と一緒にこの夏を乗り越えましょう。